ああ、不正不正ログインバレたわ。誰？私はシャーロック。シャーロック。ズバリ、いらないこの正体を教えよう。嘘だろ。開いてた。また不法侵入か。入ったら犯罪。犯罪だよ。いいか、ここ廃墟だもんな。廃墟もダメなんだよ。なんだあれ。何あれ。え？俺じゃないの？いやこれ剣大丈夫か？なんかやり方、え？なんだ？え？あ、後日みたいな、次の日みたいなことかな。いやもう剣の暴走が怖いですよ僕。ニュース見た？愛の実り遺体が見つかった？最悪。うわあ、ショック。いやでもまあそうだよな。わあ、見るか。やだわ。なんかマキさん、またもいらない子を名乗るアカウントに関連した痛ましい事件が起きてしまいました、うん、そうだね。いや社会現象だな。東京都江戸川区にある飲食店の倉庫でモデルの愛のみのりさんの遺体が発見されました。なんか関係あるんかな。遺体の首には紐状のもので締められた跡があり、うん、近くには謎のメモも落ちていました。うわ、おこわどりだ。警察はいらない子を名乗るアカウントをめぐる一連の事件と関連付けて捜査を行っています、うん、いやまあそりゃそうだよね。愛のみのりさんは先日自身のライブ配信を最後に消息を絶っており、うん、警察で行方を追っている最中でした、うんうんうん、都内では若い女性が命を奪われる残虐な事件が立て続けに起きています。一日も早く犯人が逮捕され事件の真相が明らかになることを願わずにはいられません。うーん、その通りだね。うわ、残念ながら愛の実りを救うことはできなかった。いやまあそうなっちゃうよな。あなたはニュースサイトの動画を閉じた。はい、閉じます。うわー、もうちょっと怖い。怖いっていうかもう悲しい。やっぱりまた首に紐の痕跡あったんだ。あ、なんかメッセージ来た。え、メシアから来てんじゃん。いらない子に殺されたんだね。僕たち止められなかった。悔しいな。メシア、神野から連絡来てる。亡くなった愛の実りのためにも神野からいらない子との関係を聞き出そう。なんでこんな前向きなんだこいつ。神野です。ご連絡いただきありがとうございます。愛の実りさんがいらない子に殺されましたね。あなたがあんな配信をしたせいではないんですか。愛の実りさん、え、急にこんな責める感じでいいのかな。どうしたんですか。むむ、愛のみのりさんの件は残念でしたが彼女の死と私は無関係です。なんか反応怪しいけどな。高齢術してたじゃないですか。愛のみのりを見つけないと死んじゃうかもって。あれは嘘だったんですか。それを説明する前に、あなたたちは私の信者を脅しました。バレてます。あ、じゃあもう言ったのか。希望ちゃんが脅されてて助けてくださいみたいな。ここは正直に言うべきだよね。そんな心の声を文章に出すなよ。すみません、その通りです。その通りな。なるほど。そんなことをしてまで私に連絡を取りたいとは。お見事。あなたたちは賢者ですね。昇進水をプレゼントしたいぐらいだ。そんなこといいからさっさと説明してよ。なぜそんなことしたのかって気になるよね。あの恒例動画からそこに着眼するとは実に素晴らしい。ではあなたたち賢者に特別にお話ししましょう。実は私はいらない子に私を降霊してこれを言えと脅されていた。メシア、神野さんへ私を降霊させてこのことを言ってね。ゲームに負けたみのりちゃんに復活チャンスがあること。お姉ちゃんはとある場所に置いてきたこと。やらなかったら君をバイバイする。いやこれは確かに怖いけど、これ本当にいらない子なのかな。証拠がないよな。ただのいたずらの可能性も大きいけど、まあ結果本当だったってことか。お気の毒にです。はい、それで指示に従ったんですか。さようですわ。さすがの私も正体がわからないのは怖い。それあんま信者の前で言うなよ、怖いとか。あなたたち賢者には使命がございます。いらない子の正体暴くんです。いらない子がどんな人間かわかれば怖くありません。賢者のあなたたちならもちろんできますよね。なんでお前は優位に立ったんだこの一瞬で。何か手がかりありますか。ノーヒントじゃ難しいですよ。わずかですが手がかりはあります。いらない子を特定したくて私も調査したのです。ほう。私に届いた手紙の送付先は木漏れ日の集いという場所でした。あともう一つ。何ですか。
いらないこの手紙の筆跡が気になっています。とても特徴的な筆跡。確かに。なるほど。確かに文字は、そうだね。楷書というか、なんかバランスがキモい。木漏れ日の集いでタグ検索しよう。手紙の筆跡は大きな手がかりになるかもしれない。いらないこの正体を特定できそうな画像を見つけたら送って。わかりました。文字か。でも今まで文字なんてさ、いや今まで見てきた文字なんてさ、この辺くらいしかないもんね。でも別にこれ筆跡そんな似てるとも思わないしな。どっかにヒントがあってすでにもう気づけるとかではないのかもしれないな。バッチーとか今何してんだろうね。あ、更新してんじゃん。愛のみのりちゃんも殺されてしまうなんてほんまに悔しいな。彼女とも付き合いあったし、周りの人間がこの間にも殺人事件に巻き込まれてしまうなんてしんどいな。絶対いらない子は捕まえてやるからな。これ細かいとこもやっぱ変わってんだな。ん？あれこれ見てなかったな。金子光るパパ活してるやつね。パパ活ってか不倫なのかな。世間をお騒がせしまい申し訳ございません。例の投稿による実無根デマについては法的措置も検討しております。また家族への取材や接触はお控えいただけますようにお願いいたします。悪意のある殺画像が広まっているようです。例の写真合成によるもの。ほう、これ合成って言ってんの。画像解析した結果、こちらの写真に合成の形跡見られませんでした。役に立ちましたか。これ合成だったんですね。まあブンブンは信じるか。本当に悪いいたずらですよね。まあ他に特にアカウント更新してる人いなかったから、まあ進めていくか。いやーでもさ、ちょっと待ってよー。怖いなー。木漏れ日の集い見てみる。わーすごいね。現代の私たちはかつてないほど多くのストレスと様々な心の葛藤を抱えて生きています。アートセラピーはそれらの心の問題に対しての主体的で創造的かつ強力なアプローチですと。うさんくさいわ。今月は皆さんと迷路を作りました。あ、なんかそういう活動。あ、なんか全然うさんくさい系ではないのか。今月は大きな絵を描きました。不気味ではあるけど、まあ、あとコピペ多いな。これはもうしょうがないと思うんだけど、この人物コピペでしょ。サイズ感変えてるだけの。なるほど。妹で書道をした。どれがいらない子だ。でも別にわかんないな。これ岩田ビリっぽくない。気のせいかな。心の葛藤はございませんか。私たちはアートで全てを癒します。入会者限定セール、全てを癒すアート筆、今なら半額1本120万円で購入か。怪しい、通り越してるって。え、これでいけるってこと。筆跡わかるかな。この写真の中にいらない子はいるってこと。どの人がいらない子なのかな。ちょっと待って、嘘でしょ。あ、でもこの死の書き方見て。あ、待って、チャンス、これあるじゃん。こうやってチャンス。んが、んの下のところ、この羽が結構特徴的なんだけど、右上の人じゃない。え、待って、ビリーじゃない。やっぱり本当に。右上。ビリーの髪型に見えるよ。本当だ、いらない子の手紙と筆跡同じだ。さすが賢者ですね。でもこの画像、スタンプで会員の顔が見えてない。どこかに画像の元データないかな。そういえば。どうした？なになになに？木漏れ人ってタグがある。ほう。これ見てみるか、じゃあ。そこ見れば会員の情報が手に入るかもしれない。賢者の2人ならきっといらない子を特定できるはずです。わからないことがあれば何でも質問してください。ていうか、教祖様と仲良くなってんの、地味にすごいな。はい、木漏れ人検索。わあ、なんか知らん人もいるな。このタグをつけるTwitterでも木漏れ人の方々とお話できる。次回は書道。教材届く感じなんだね。誰からも否定されない場所。この木漏れ人の方たちは優しい人ばかり。木漏れ人の方たちは優しい人ばかりです。なるほど。モグルに顔をさらされました。これで病んで私が死んだらどう責任取ってくれるんでしょうか。人の顔を平気でさらすような奴がいるとここにはもう来れない。常識が欠如して。まあそれは良くないね、さらしは。ここももう私の場所じゃなくなってしまった。皆さんからのご指摘を受けまして、僕は先ほど投稿した書道セラピーの画像は削除しました。こういうものを個人的な DM 等で友人にだけ見せることにします。それやめてください。
このタグを見たりするのはやめようかな。うん、9月の1日にもう終わってるのかな。反省してなさそうだったから会いに行ってアホ面の写真を至近距離撞ってやった。いつかお題になったら投稿で晒してやろうと思います。ああ、ハゲおじに晒したりすんのかな。え、じゃあもぐるくんに個人的な DM 送ったらいいってことかな。はい、迷惑系配信者、そんなんばっかかよ。あ、待って、もう全体見て、もう空いてない人がいないってことは、じゃあ犯人はこの中にいるんだよ。そういうことか。わ、みのり愛、すごい、大好きな愛のみのりの、あ、すごっ。しかも待って、これメシアのさ、しかも3ってことは親族だよね。どうつながってくんだ。男で板場作るの気持ち悪いってやつ何なんだよ。逆に唯一無二感あってかっこいい。まあそれは別に好きにしていいと思うけど。俺のアカウント乗っ取られてる。パスワード、父ちゃんの誕生日。息子？メシアの息子？は？今度ある場所に、あるヤバい場所に潜入することに決めた。潜入成功、想像以上のヤバさ、有名人おって誰かな。ヒントアート。ああ、潜入したんだ。明日投稿するぜ。明日21日に歌舞伎町のいつものあの場所においで撮影する。ファンもアンチも来い、アンチも来い。写真撮るなら一声かけろ。撮影中に至近距離取りやがって。あの木漏れ日のババア許さん、あの画像を上げた仕返しか。もう削除したし謝ってんだからいいじゃん。祈り殺された、最推しだったのに、いらない子絶対に許さない。わ、でも DM できないんだ。うわー、潜入系配信者。ちょっと待って、父さん、てか待って、パスワード分かったってことは、これアカウント乗っ取るんだろ多分。誕生日教えてください。誕生日、そうか、分からないことあれば何でもって、これそういうことか。誕生日教えてください。誕生日、それは私がこの世界に生を受けた日のことですね。私の誕生日について知りたいことがあるんでしょうか。あなたたちは賢者です、教えしましょう。7月21日、あ、4日前だ、リアル時間で。え、今年で831 になります。そんなことより早くいらない子の正体を知らせなさい。きっとこの質問には意味があるんでしょう、頑張って。マジか。じゃあアカウントを、あ、ログアウトできる。オッケー、これで入れるってことだよね。行ってみよう、モグルのアカウント。さあ、来ました。これで、あ、メッセージ、これか？誰だお前、バチッコガール。前のアカウント凍結されたんで、バッチに向かってるケンってやつ、マジで貴重すぎる。バッチ信者なんだ。こういう子いるよね。うわ、出た！やっぱビリーじゃん！お前がいらない子なの？ビリーがおったじ。マジか、いけつかない若手俳優やん。彼女が失踪したとか言ってたやつ。久々の DM なのに草早すぎる。岩田ビリー来ちゃすぎ。やろ、もう乗っ取られんから安心してと。うーわ、マジか。うわー、なるほど。これお父さん知らないのかな。あー、うせ不正6円バレたわ。決定的な証拠掴んできたぜ、2人とも。見てくれよ。見てくれじゃないのか。名前言うのか。岩田ビリーです。あいつやってますよ。いらない子の正体は岩田ビリーなのですか？証拠の写真あるの？誘導してくる。すごく。これは見てくれよ。右上、岩田ビリーでしょ。これは決定的証拠だね。確かに木漏れ日の集いに岩田ビリーが通っていたということは聞いていました。聞いてたんかい？まさか闇花に行方不明の恋人の相談をしていたビリー自身が犯人。なんか不思議なんだよな。恋人を殺されたから、自分がいらない子を乗っ取ってやったみたいなことなのかな。それとも彼女が殺されたっていうのがそもそも売名みたいなイメージっていうことなのかな。てか右下、あんたの息子だろこれ、触れろよ。私を脅したのは岩田ビリー、許せ、見ておけ。どうするんですか。え、待って、やめてよ、変なことしないで。また先走る、どいつもこいつも。自分を脅していた人物が、岩田ビリーだと知ったメシア神は、何すんの。すぐにライブ配信を始めた。すぐに、ちゃんと台本とか書け。先ほどメシア神の方から全てを明らかにするという趣旨の発言がありましたため、ただいまより緊急配信を行います、うん、お願いします。それではメシア神の総裁、お願いいたします。秘書なのか分からんけど、司会では、はい、真実を知る魂を降霊いたします。お願いいたします。
うん、なんと、え、あなたは誰でしょうか。誰、私はもしかして岩田ビリー、シャーロック、シャーロックズバリいらない子の正体を教えよう。嘘だろ、いらない子の正体それはムービーで笑ったら初めてか。岩田ビリーだ、岩田ビリー総裁、シャーロックさん、証拠はあるのでしょうか。え、これさ、私は信頼できる情報筋からいらない子が書いた手紙を入手した。ああ、手紙の出どころを調べたところ、木漏れ日の集いという場所から送られていた、はい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 、そうだね。この写真を見てくれ、うん、木漏れ日の集いに通っていた者たちの写真だ。他の3人の顔消してやれよ。注目すべきはかわいそうだ、この写真の人物の筆跡、手紙と全く同じ筆跡だ、まあね、つまりこの男、岩田ビリーこそが連続殺人鬼。でもなんかさ、手紙いらない子の正体なのだ。チャンスだけ後から書いたみたいな筆跡に見えるけど。メシア神野の配信は口頭無形な内容だった。まあいきなり言われた側はびっくりするよ。しかしその後、岩田ビリーが行方不明になっていることが分かり、いらない子イコールビリー説は瞬く間にインターネットに広がった。おい、何でも信じるな、インターネット。やがて警察もビリーを探し始めた。え、警察動くの。こうしてあなたの功績により、はい、事件は新たな展開を見せるのであった。いや、まあそれは嬉しいけど、うわ、エピソード4か。ちょっとマジか。なんかバッチーからメッセージ来てるよ。何、バッチー、お前本気で、あれ、おー久しぶりだな。俺が連絡した理由わかるよな。なんだ、わかんないです。何の用だてめえ今頃シルバーくれてももう無駄なんだわ。俺とフィギュア写ってるこの写真を剣に送ったのお前だな。なぜならお前には動機がある。お前ビリーの彼女、え、俺ビリーの彼女なの私ビリーの彼女じゃないですよ、全く違います。しらばっくれるなっちゅうねん。俺はな、あの写真を送ったやつを一人一人調べていったんや。あんた本名は緑若葉っちゅうんやろ。ほんで彼氏はいらない子疑惑がかかってる岩田ビリーや。俺に濡れ衣着せて彼氏のビリーを守ろうとしたっちゅうわけやな。しかもケンともやり取りしてるし、決まり。え、なんでそこがつながったんだ。名前バレたのとかケンとやり取りしてんの別にいいけど、なんで彼女だと思われたんだろう。事実無根なんですけど。え、違います、普通に。いや本当に違うんだけど。燃えて、さっきお前の住所特定したの。俺のことが大好きなバチッコたちに住所知らせといたで。こいついらない子の共犯者やから、煮るなり焼くなり好きせえってな。嘘だと思うならバチッコでタグ検索してみ、今頃お前への誹謗中傷で燃えてるで。もうさ、ネットのさ、この、いや根拠、いや証拠ないじゃん。そのケンとやり取りしてるのは本当だし、緑若葉は本当だけど、岩田ビリーの彼女っていう証拠がないのにさ、俺のことはめて報い受けろや春日。なんで、なんなんすかね何なんすかあいつ、気に食わないわ。バチッコ、バチッコのみんな聞いてくれ。若葉ってアカウントはビリーの彼女で俺を陥れようとした、許せない。バッチーさんからすげえ情報来た。陥れたの若葉ってやつで、いらない子の彼女。いらない子に彼女いるかね、本当に。住所の連絡来てる？バッチーさんに逆らうやつはこうなる。家近いから今行ってくる。わあ、燃えてる燃えてる。若葉ちゃん会えないなんて寂しいよ。許すしてるのかな若葉ちゃん。新聞受けに新聞溜まってるぞ。一人暮らしなのかな。隣の人がしばらく姿見てない。若葉の捜索、警察動いてんの？若葉の家の周りうろうろしてたら聞かれた。それ聞かれるだろう。俺バチッコじゃなくて今はときめく話題の、いやお前もかよ。お前も来たのかよ、モグル。もう、再生数取れそうなとこにはひたすら行くんだな。行動力は認めるけど。ケン自身アホなんだから、ケン信者も当然アホ。ここがバチッコと違うところ。まあ、ケンはアホだとは思うよ。いらない子も、若葉もバチッコの射程圏内。お、殺人事件考察あるな。ちょっとこれ見てみようか。この辺は見たか。いらない子も若葉もバチッコの射程圏内っていうのがあって、やっぱおこわ鳥がいます。おこわ、ニワトリ、うん、ニとワを取ると思ったけど違うよな。
ん？ 4 枚目は早く見たいと思ってしまう俺は不謹慎。まあ不謹慎だよね。事件が起きた時にメモが出るわけだからね。いらないこの笑ったあの謎だけど、脅して炎上させたってことだよね。そう考えると本当に、いやそうだよね。あの炎上4人組でしょ、あ5人だっけ、わざわざあれのために炎上させてたってわけだから、相当用意周到ではあるよな。ちょっと動画見てみますか。お願いします。誹謗中傷だらけのパチンコの投稿の中から、助けてください。モグルくんというアカウントが投稿していた動画を再生した。助けて、無実なの。え、しかも1階なのかよ、みどりちゃん。ドア閉まってたけど窓開いてんじゃね。え、うわ開いてた。えどうする、開いてたの、入ったら犯罪。いいか、いや犯罪だよ。若葉ってやつも犯罪者だし。いや犯罪してないだろ別に。入っちゃうか、入っちゃおうか。やばすぎる。まあ激肝なんだけど。うわ生活感あるな。え、これ本当にさ、なんかないか、お家なの、スマホとかカバンとか。いや、え、ねえな。でも本当っぽいな、なんか。じゃあ終わり。ちょっと殺風景だけど、女の子の、いらないこの彼女の部屋から中継でした。キモい。モグルが投稿した動画は、激キモ。本当にキモい。来ないでほしい。いらない子の正体が岩田ビリーだと特定され、事件は収束したかに思えたが、モグルの嫌がらせによりビリーの彼女として住所を晒されてしまう。いやモグルもだし、バッチ、なんだっけ、バッチーもなんだよな。殺人犯の共犯者に仕立て上げられてしまう。それをなんとか。エピソード5、凶悪殺人鬼、いらない子の正体。わ、なんかメッセージ4件来てる。おい大炎上してんじゃねえか。いきなり、うわわわわわわ、あ一人お前かい、一人剣かい。なんで剣とやり取りしてるってバレたんだ。あでもそっか、もともとこの写真のやつが私しかいないからってことかな。何剣、みどりさん大丈夫。バッチがみどりさんはビリーの彼女とか言ってるけど嘘だよ。なんでちょっと信じてんだお前。信じるね。ちょっと待ってね、ちょっと他の子見るわ。噂マン逃げんな、お前どこいんだよ。あ返事できないのか、返事してやろうと思ったのにな。キロもバッチっ子、お前頭湧いてんだろ。おめえもな、こんなわざわざ DM 送ってやがってこの暇人が。バッチっ子から出た、殺人犯の彼女ってマジマジじゃねえんだよ。証拠見せてもらってから来い。でもこういう時ってさ、まあ、ある種一方的に叩かれちゃうみたいな時あるよな、ネット見てるとね。嘘に決まってるよ、嘘だよ、信じんなバカだよね。そんなはずないよね。バッチの動きは気になるけど、俺たちはビリーを捕まえることを第一にか、いやビリー捕まえるのは警察じゃないの、た方がいいと思うんだ。犯人さえ捕まえればみどりさんが狙われることもなくなる、全部解決するはずだからね。みどりさんがビリーの彼女じゃないってこと、僕のファンに向けてたった今と、もう余計なことしないでくれ頼む、ややこしくなる。僕のアイコンタップして確認する。いやさあ、ケンちょっと先走り癖が、ちょっともう、はい、バッチーさんが一般人の緑若葉さんをいらない子、過去ビリーの彼女って言いふらしてるみたいですが、デマです。僕は緑若葉さんと直接 DM しています、証拠もあります。これが証拠のスクショです。本人はいらない子との関係を否定しています。緑若葉さん、そんな嘘をつく人じゃありません。バッチーさん許せません。嘘をつ。バッチーさんに逆らう気性すぎ。デマとかブームランすぎ。バッチーは絶対に嘘つかないんだよ。調子のんだ引き物。もう全然説得できてないし。ケン、こんな嘘だよの一文でさ、ネットの民が信じると思ってんのか。そんなわけないだろ。ネットがこれを信じるわけないし。顔とかを全部出すなよ。こいつ、ほんと。ほんとこいつ。献身者に届け、バチッコを断罪せよ。バッチの住所特定。うわわ、喧嘩始まってんじゃん。献身者とバッチ信者でさ、若葉ちゃん不安やろな。わい動きます。やめろその一時流行ったやつ。今こそ信者が力を合わせる時です。怖っ、バッチがバチッコにやらせてんだろ。やり方が卑怯だよ。バチッコ法を触れてんじゃん。いや本当だよね、あれはダメだよ。若葉さんちに不法侵入したバチッコのやつらマジでクソなんだけど。剣の彼女は俺たちで守ろう。彼女じゃねえわ、赤ちゃんイコール剣様の彼女ですよね。ということは我々の家族同然。家族を守らないで何を守るというんだ。ちょっと怖いんだけど。若葉論争ってタグすごい荒れてる。剣信者とバチッコの全面戦争、また喧嘩してんのかよ。
いらない子のアカウント動いてる。ちょっと後で見よう。どんなことでも争うと負けます。争うってことはどういうことかというと、その対象にエネルギーを注ぐということです。ということはその対象がますますあな、ちょっと何言ってるか分かんないわ。はよビリー捕まえろや。真実はいらない好みぞ知る。岩田ビリーって、あーそうだね、楓ちゃんに相談してたやつね。あ、それがそもそも自作自演っていう話になってんのか、ネットでは。そう、本人を否定してます。いらない子がビリーだとして、その彼女が共犯者ってことになるんですか。そんな証拠、そうなんですよ、そうなんです。そもそも彼女じゃないし。断言するけど、行方不明になった若葉ってやつ、絶対彼氏の岩田ビリーと一緒にいる。ん？え？若葉ちゃんも今行方不明なの？岩田ビリーに共犯者現る。ビリーの彼女で若葉ってやつ、ビリーを守るためにバッチリ濡れ衣を着せようとした。ちょっともうお互い一方通行すぎるんだよな、情報が。これだから死んじゃって死んじゃってやだね。若葉って剣の彼女なんじゃねえのと。違いますよ。じゃあいらない子のアカウント見てみよう。このタワーが見えるとこにいるよ。はい、待って、これ見覚えあるぞ。早く見つけて。ということ、ここに行けばいらない子に会えるの。このタワー見たことあるな。金子ひかるのファンね。そうだよね、ブンブンが言ってたよね。タグ検索したらもう向かってるやつがいる。マジ？え、ちょっと待って、あの写真のさあ、これだよ。あのブンブンが何してたんだっけあー、これだ、エイトプリンスタワー、これだ。ブンブンここまで探しに来てたってやつだったっけ、エイトプリンスタワーで。あ、これか、いらない子をあげてた写真、多分ここ。誰か向かってくれんか。到着。いらない子がタワーの写真を撮ったの、ここら辺からだと思うんだ。早く見つけてって何のことだろう。お、若葉ちゃんここ逃げたのかな。潜っちゃうぜーって。ほんと潜るくん、どこにでもいるな。お前のお父さんに言うぞ。これ見ててもな、ここになんか赤い文字あるけど多分関係ないよな。何を見つければいいんだこれ。あ、これで調べてみればいいのかな。八王子、これなんだ、温泉か。八王子温泉調べてみよう。あ、来た、八王子温泉。ここ不気味なんだよな、夜前は通りたくない。八王子温泉潰れた。潰れたんだ。人通りは少ない。シートがなくしたらいらない子いるんかな。この廃墟もまた不法侵入したくなる廃墟である。犯罪者め。いらない子が挙げてた写真は八王子温泉から撮影したっぽい。地元では有名な廃墟。お、もぐるくんがまた入ってんの。早いなこいつ。もぐるくんの動画見て通報した。どういうこと。何が何だかわからない。もぐるのあの動画消してほしい。何、また何やったのお前。ほんと炎上系だな。いらない子が投稿した写真の撮影場所を特定した。見つけましたよ。 Twitter で八王子温泉と検索した。はい、しました。するとモグルがまた動画を投稿していた。してましたね。ドア閉まってたけど窓開いてんじゃね。え、またか。開いてた。また不法侵入か。入ったら犯罪。犯罪だよ。いいか、ここ廃墟だもんな。廃墟もダメなんだよ。入っちゃうか。入っちゃおうか。入るな入るな。じゃ、女湯入っちゃいます。うわ、あ、でもちょっと素敵。お化け出そう。え、ちょっと待って。ん？なんだあれ？何？え？え、カメラ放り投げたの？動画に映っていたのは女性の遺体だった。あいつ本当に。それでも配信者か。ショックのあまりあなたは意識を失った。え？え？でも待って、誰なんだろう？いや、靴の色は緑色だったから。若葉ちゃん説みたいなそれさすがに安直すぎるか。え、ちょっと、え、ケン、え、あれ、ちょっと待って、やばい、鳥肌がやばい。俺若葉じゃないの？